班の MSS 隊員が緑地を振り切り軌道エレベーターを逃走中。直ちに追跡してください。機種エンフォーサー、コールネームハウンド1。ハウンド1、まさか。ナビ、逃走者の詳細を教えて。 MSS セントラルシティ警備部所属、アレックス・ヒートバーン、マーガレット・ホワイトテール、以上の2名が搭乗しています。マーガレット、そんな、どうして。 RDF にはガルムの使用許可が下りています。直ちに搭乗し出動してください。こんな時に本当にガルムを使うことになるなんて。了解。やっと追いついた。ハウンド1、止まりなさい。これは重大な含め規定違反です。夏希、知り合いか。研修生時代の同期よ。マーガレット、一体どうしてこんなことを。リエジアンのせいでセブンティアの人々が犠牲になってしまう。私たちはそれを止めなきゃいけないの。リエジアン、マグニシアンとか、やはりマグニシアンではないのか。マーガレットを逆らうことは。ナツキ、お願いだからここを通して。理由は何であれ、命令違反は命令違反です。見逃せません。どうしてもダメ。ダメです、止まってください。引き離せない。一斉交えるしかなさそう。いいのか。さあ仕方ないわ。もう一度言うわ。どうしても分かってくれないの。このままだ、マーガレットは無事では済まない。私が止めなければ。残念ですが見過ごせません。相変わらず堅い。止まらないのなら強行します。マーガレット、マーガレット聞かなければ。こんな方法よりもいい解決方法があるはずだ。マーガレット、一体何があったのよ。マーガレット、もうこれ以上。マーガレット、止まってください。止まれないわ、そこを通して。無理やりでも止めます。私もこんなことしたくないのに。くれ、なんでもいいから過酷を超えるぞ。うりゃー。セブンティアの運命がかかっているのよ。どうしてこんなことになってしまったのだろう。私は間違っていたのだろうか。マーガレット、私は一体助かったの。状況は、救援が来ていないということは、私はさしずめ任務中に行方不明といったところか。機体はかなり損傷しているが、エンジンのコントロールは効くようだ。ナビゲーションシステム、通信システムは全てオフライン。気を失って不時着したはずなのに、隠れるにはおあつらいの場所。偶然にしては状況ができすぎている。
何かが干渉してきた。本物のスペシア、まさか。いや、マーガレットの言っていたことが本当ならありえるのだろうか。何にせよ一旦 RDF から離れられるのは都合がいい。まずは情報を集めなければ。Thank you.